こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、豊前の国の紀一族の悲劇について紹介するぜ。どんな話なの？山内和豊が土佐に入国した際の、一両具足虐殺に似た話で、新領主である黒田官兵衛長政親子と、在地勢力であった紀伊家との争いで、凄惨な結末を迎えることになる。ちなみに後で話すが、紀一族は、豊前宇都宮氏とも呼ばれ、平安中期に7日関白と呼ばれた、藤原道兼の子孫であるとされている。じゃあ、よろしく。ゆっくりしていってね。今回の話の主役となるのが、豊前の国、現在の福岡県と大分県の境付近で、勢力を誇っていた、豊前宇都宮氏、または、紀氏と呼ばれていた一族だぜ。その豊前宇都宮氏は、藤原道兼とどう関係しているの？道兼の曹孫とされる、藤原の曹演が下野宇都宮氏の祖になるんだが、これについての詳細は、過去の動画藤原の道兼の子孫はどうなったのかを見てくれ。その曹演の次男、宗房の系統が、鎌倉時代に豊前の国紀伊の地頭に任ぜられたのが、豊前宇都宮氏の始まりとされており、その後400年間にわたって、豊前紀伊谷を中心に勢力を誇ってきたんだ。なお、下野の宇都宮本家とは、ずっと交流や縁戚関係が続いていたそうだ。ちなみに、豊前宇都宮氏には、藤原氏時代から伝えられていた、外宝の射という、桑の弓とよもぎを使って行う戦勝祈願の秘宝があったとされ、歴代の足利将軍にも披露していたと言われている。豊前宇都宮氏は長年、紀伊谷を拠点としていたため、後に紀伊と名乗るようになっていたんだ。紀伊氏は、豊前の黒人領主として、一定の勢力を保持したまま存続し、戦国末期の当主が紀伊重房だったんだが、豊臣秀吉による九州征伐で、重房も秀吉に従うことになったんだ。しかし、自身は病気を理由に出陣せず、息子の友房にわずかな手勢を任せただけだったので、秀吉の不信を招くことになった。天正15年、九州征伐で戦功を挙げた黒田官兵衛長政は、豊前の国六郡を与えられる。ここから、紀一族の悲劇が始まる。ちなみに、岡田准一さんが主演した大河ドラマ軍師官兵衛では、息子の長政役を松坂桃李さん、そして紀伊重房役を村田武宏さんが演じていたな。ああ、何か思い出してきたわ。入国した官兵衛は、すぐに秀吉の命により新しい所領の検地を始める。土着の豊前黒人衆を土地から引き離し、俸禄を与えて黒田家の帰還にしようと考えたんだ。重房はどうなったの？秀吉によって伊予の国今治12万石への国替えを命じられたんだが、400年もの間治めてきた紀伊谷を離れることを拒み、国替えに抵抗したんだ。まあ、気持ちはわかるわよね。さらに秀吉から、重房が所持する藤原の定への小倉式子の引き渡しを命じられて、重房はそれを拒否したと言われる。ちなみに、宇都宮氏と藤原の定への関係についても、過去の動画、藤原の道兼の子孫はどうなったのか？を見てくれよな。それでどうなったのじゃ？このことで、秀吉の怒りを買った重房は、紀伊谷城から出され、同じ豊前国内の領主となった毛利勝信の元へ預かりとなってしまったんだ。あちゃー。しかし、そのような情勢下で、黒田家による検地に不満を持った豊前国人衆は、重房を中心として一揆を起こしたんだ。重房は、紀伊谷城を吸収してこれを奪回し、黒田家に反旗を翻した。籠城した重房に対し、黒田長政は、2000人の兵を率いて鎮圧に向かった。いよいよ戦いが始まるのね。でも黒田軍相手じゃ厳しいわね。長政は、まず、道中にあった広畑城を陥落させる。そして、元城代の瓜田春長を道案内として、紀伊谷城に向かって進軍を続けたんだ。重房ピンチピンチ。ところが、この道中に紀伊方は伏兵を置いて待ち伏せており、黒田軍は、地の利を生かした紀伊方のゲリラ戦に混乱し、800余の戦死者を出す大惨敗を喫し、長政は命からがら逃げ帰ったんだ。やっぱりね、私は初めから重房が勝つと思っていたのよ。それでどうなったの？黒田紀伊両軍の戦いはその後も続いたんだが、結局は周囲の黒人衆が全て鎮圧され、勝ち目のなくなった重房は、本領安堵と13歳の娘鶴姫を人質とすることを条件として、ついに黒田家と和睦することを決断したんだ。だから勝ち目はないから反乱はやめろと言ったのに。
こうして、一旦は和睦した黒田企業家に見えたが、この後悲劇が起こる。官兵衛は肥後黒人一揆を鎮圧するために肥後へ向かったんだが、留守を守る長政にある策を授けていたんだ。天正16年4月、長政は、主演に招くとの口実で重房を中津城に呼び出した。なるほど。今までのことは水に流して仲良くしようじゃないかって策ね。そのため、重房は家臣を連れて中津城に赴いたんだが、なぜか紀伊家臣団は中津城下の合願寺に待機させられ、重房はわずかな友の実を連れて中津城に入ったんだ。いや、これは。その後、中津城にて主演が始まったんだが、その宴席で、突然、長政の命に従った黒田家臣により、重房は斬殺されてしまったんだ。重房は53歳であったそうだ。さらに、40名余りの紀伊家臣団が待機していた合願寺にも黒田勢が迫る。異変に気づいた紀伊家臣団との壮絶な切り合いが繰り広げられ、結局、紀伊家臣は皆殺されてしまったが、かなり凄惨な光景になったそうで、寺の壁一面が紀伊家臣たちの鮮血で赤く染まったと言われている。あわわわわ。その後、寺がいくら壁を塗り替えても白壁から血が滲み出てくるので、結局赤壁にしたため、その後合願寺は赤壁寺と呼ばれるようになったんだ。現在も寺の大黒柱に刀傷が残っており、当時の激戦の様子を物語っているぜ。ちなみに、殺された重房の家臣は合葬され、寺内の延命地蔵菩薩堂に祀られている。さらに惨劇は続く。いやー、この時、黒田官兵衛は、肥後黒人一揆鎮圧のために肥後の国にいたんだが、重房暗殺と同時期に、同じく肥後の国の一揆鎮圧戦に参加していた重房の嫡男友房を暗殺する。長政の独断じゃなくて通じていたってことね。その後、長政は主のいなくなった紀伊谷城に攻め込み、重房の老夫長房とその家臣団を皆殺しにしてしまう。その上、長政は人質となっていた重房の娘である鶴姫を、13人の侍女と共に貼り付けにして殺害したんだ。こうして、大名家としての紀伊氏は滅亡した。いや、これは。なお、この虐殺劇については、あまりにも黒田家にとって都合が悪く詳細は隠され、紀伊一族も皆殺しにあっているため、正確な経緯が不明であり、黒田家側の記録では、重房が急遽中津城を訪れたとされているなど、状況については諸説あるんだ。13歳の鶴姫の命は助けられたとの説や、重房の妻と幼子は火炙りにされたなど、もっと胸クソな説もある。もういいです。聞きたくないです。重房の死後、中津城に重房らの亡霊が出没したと言われている。長政は、重房たちのたたりを恐れ、中津城内に社を作り、その霊を祀っている。また、その後黒田家が福岡に転封された後は、福岡城でも祀ったとされる。そこまでたたりを恐れるってことは、よほど後ろめたかったんだろうな。実際に、官兵衛、長政の子孫は若死にが多く、長政の現存で黒田本家の直系は断絶しており、紀伊一族のたたりだと噂されているな。これで紀伊氏は滅亡したのね。いや、実は、重房の長男友房の妻達子が解任していたところ逃げて生き延びている。黒田勢が紀伊谷城に迫ってきたところで、重房の父長房が、身代わりを立てて、達子を逃がしたと言われ、達子はその後、男子を出産している。この男子は達子の父秋月種種に引き取られ、宇都宮姓に服して、宇都宮友末と名乗る。無前宇都宮市復興のため、紀伊旧臣と連絡を取りながら友末は活動を続ける。友末は、この絵の豚田の口利きで、徳川家康やその孫で一前藩主の松平忠直と面会し、お家再興まであと一歩のところまで行ったと言われるが、残念ながら若死にしてしまう。しかし、越前松平家とはつながりができて、友末の子春房も活動を続け、その子の代、元禄3年になり、越前松平家に召し抱えられることとなったんだ。その後子孫は、650石を治療し、福井藩では上位の価格を与えられ、代々住職に任ぜられ、明治まで続いている。それにしても、滅亡から100年も経ってよく召し抱えられたわね。そうだな。江戸初期ならともかく、元禄の世にある程度の待遇で召し抱えられるのは珍しい。これについては、家康と忠直に会っていたことが大きかったとされている。それにしても、よく家康たちと会うことができたわね。そうだな。友末自身は、何の武功もない一介のスロー人だったからな。これについては、この絵の豚だの口利きのおかげと言われている。それにしても、よくこの絵の豚だに口を聞いてもらえたわね。って、この絵の豚だって誰？
藤原の道長の嫡流、五石家筆頭近衛家の当主で、監督にまでなっている。道兼の子孫と言われる宇都宮氏が、道長の子孫に世話になったって不思議な縁ね。これについては、信忠にどういうつてがあったのかわからないため、真偽は不明だが、信忠は島津家と縁が深かったので、秋月、島津ラインでのつながりだったのか。武前宇都宮氏自体も、室町時代に困窮していた朝廷や近衛家らに献納していたらしいから、その縁かもしれないな。今日の話はこれでおしまい。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。